こんにちは、荒木和弘です。拉致被害者の救出って我々普通言いますけども、政治家が救出というケースはほとんどないと思います。全然ないわけではないんですが、ほとんどない、で、なんていうかというと帰国ですね。政府の言葉でも帰国、ということだったと思います。でも皆さん帰国って本当はおかしくないですか？帰国には違いないんですよ。確かに帰国するわけですね。日本に帰国するわけですけれども、しかし問題は向こうにですね、連れて行かれた時にどういうふうに連れて行かれたのかと、歩いてていきなり袋をかぶせられて連れて行かれるというのは少数だと思いますけども、しかし騙されるにしても何にしてもですね、向こうへ行って帰ってこれなくなるという人たちをどうにかしなきゃいけない。で、その時に相手側はこれはもう明確な意図があって、その被害者を連れていくわけですから、これはですね、帰国っていうような言葉ではないですよね。救出というしかないんですけれども、それを言わないのはなぜなのか。で、救出っていう言葉を使ってしまうと、そこには北朝鮮の意図と関係なく日本人を連れて帰るということがですね、当然関わってくる。帰国っていうことは要は北朝鮮の了解の下で連れてくるということです。その人たちを、拉致被害者をですね、我々日本は了解して連れてってもらったわけではないですよね。無理やり連れて帰った、あるいは行って帰ってこれなくなったという人たちなわけです。だからこれはですね、救出という言葉にしていかなければいけません。それだったらそうしないと本質をずらすことになります。で、救出ということになればもう言うまでもなく、イメージとしては武力を持っての救出ということがついてくるわけで、これも自衛隊を使わざるを得ないということになる。使わざるを得ないっていうのはちょっと言い過ぎだと思います。少なくとも選択肢の一つに置いておくということは、これはもう絶対に必要なことですね。ですから帰国っていう言葉を使うのと救出っていう言葉を使うので軸が少しやっぱりずれるですね。救出することによって帰国を果たすことはできるんですけども、帰国だけ言っといて救出っていうのはできない。で、この立憲民主の代表選、それから自民党の総裁選でのそれぞれの候補の人たち、皆さんですね、その拉致問題の解決とかそういうことを部分部分では言うわけです。だけどもできることならば、ここで争点としてですね、もうちゃんと救出をするということを誰か言ってもらいたいですよね。もちろん私は自民党の党員でも立憲民主党の党員でもないので、自分の入っているわけでもない政党のその党首を選ぶ選挙でですね、あだこうだ言うことできませんけども、でも少なくともここで当選した人たちが、人が、日本の総理大臣になるということは間違いがないわけなので、そういう意味ではやはりですね、その時に一体この問題をどういうふうに扱うのかということの象徴として救出をするか、あるいは、帰国にとどめるのかということを言う必要があるのではないだろうかと私は思っている次第でございます。この問題ちょっとですね、実は自民党の総裁選も始まりまして、立憲はもうすでに始まってますから、改めて週明け月曜火曜ぐらいかなに、そのこちらの私自身の考え方、少し詳しくお話をしたいというふうに思っております。また調査会のニュースかなんかで、明らかにしてまいりますので、よろしかったらぜひ聞いてみていただければ幸いです。今日もありがとうございました。